ウェイサウジ戦で思ったこと満場一致で決定。遠藤と森田が素晴らしいな本当に。遠藤なんて試合出れてないのにこの動きできるん。森田と遠藤は世界に誇れるよな。遠藤と森田の個人プレス回避がヤバすぎる。ジョエルもそうだけど、単純に奪われない剥がせるドリブルが恐ろしくうまい。森田良すぎて草。森田って基本パフォーマンス高いよな。森田がマジでいいな本当に本の頭脳だな。森田本当うまいな。ポジショニング、ターンの判断、もらった後の叩き方。今日の遠藤個人でプレス回避するし前への持ち出し良いしなんか次郎味を感じる、良い。森田選手があまりにも MVP なんだけど、守備面において町田選手が本当に良いな、すごいわ。マジでポルトガルで幽閉するのもったいなすぎる。ラリーガとかめっちゃハマりそう。やっぱり森田遠藤渡るの後継者が現れないと出て二人が過労死してしまうな。佐野回収本当にもったいないよ。この二人の後継者は必須やね。